カードゲームは、講義にはカードを使って行うゲームの総称。競技には、いわゆるトランプを使ったゲームのこと。ヨーロッパに、この種のゲームが現れたのは、14世紀のイタリアでは、ないかと推測されている。その後、遊びの範囲を広くするため、ある特定のゲームを遊びやすくするため、今までの形式とは違った遊びをするため等の理由で、専門のカードデッキが生まれた。近年、 個人ごとに決められた範囲内で自由にカードデッキを作り、その内容をもとに勝負に臨むトレーディングカードゲームが生まれている。カードゲームは大別して一人で遊ぶものと二人以上で遊ぶものに分けられる。また二人用のゲームは三人以上のゲームと比べて特殊な構造をしていることが多い。例えばすべてのカードを手札として配ってしまうと二人の場合は 相手が何を持っているのかが完全に分かってしまうので、カードの一部を配らないなどの工夫が必要になる。3人以上のゲームでは、中心になる競技者に対して、それ以外の競技者が協力して対抗するゲームと、各競技者がそれぞれ独立して戦うゲームがある。4人以上のゲームでは、複数の競技者がチームを組んで競技するゲームが多い。 4人では向かい合った2人ずつが固定したチームを組み、5人では中心になる1人の競技者がパートナーを指名するなどの方法が一般的に行われる。多くのゲームではカードを各競技者に配る。カジノゲームなど誰が配るかがあらかじめ決まっていることもあるが、何らかの方法でゲーム参加者の中からディーラーを決める必要がある場合も多い。ディーラーは じゃんけんなどで決めることも可能だが、より本格的にはカットによる方法が用いられる。すなわち、カードを裏向きに積んであるカードを各競技者が適当なところで上下に2分し、その上半分の一番下のカードを見せてから元に戻す。一番高いランクのカードを選んだ競技者がディーラーになる。複数の競技者が同じランクのカードを選んだ場合は該当する競技者だけで、 もう一度カットを行う。ディーラーをこの方法で決定しなければならないのは最初の一回だけで以降はディーラーが順番に通常はディーラーはカードをシャッフルしディーラー以外の競技者がカットしてからカードを配る。ゲームによってはシャッフルを禁止しているものや配り方が細かく定められているものもある。カードゲームではしばしば各競技者が順番にある行動をする場合がある。この時 行動が左へ左へと行われるのを時計回りと言い、逆に右へ右へと行われるのを反時計回りという。アジアでは全般的に反時計回りが多い。日本では時計回りはしばしば泥棒回りと言って嫌われる。これに対してイギリス、フランス、ドイツ、ロシアなどでは時計回りが多い。同じヨーロッパでもイタリア、スペイン、ポルトガル、スイス、バルカン半島などでは反時計回りが多い。 北アメリカとオーストラリアニュージーランドでは時計回り、ラテンアメリカでは半時計回りが普通である。近代の日本は時計回りの国の影響が強かったため、トランプの場合は時計回りに協議することも多い。カテゴリー、トランプも参照カルタをする女性たち詳細は、トレーディングカードゲームのタイトル一覧及び、トレーディングカードゲームを参照。カテゴリー、トレーディングカードゲームも参照。 ありがとうございます。